磯田健一は、日本の元地方公務員、社会企業家、市民活動家、元北海道副知事で、北海道農業企業家研究所理事長などを務める。北海道旭川市出身。北海道富良野高等学校卒業。1967年明治大学法学部卒業。1967年北海道庁に入庁。 1988年北海道庁企画振興部地域振興室振興課課長補佐1989年度大島市町地方部長1991年度生活福祉部生活文化課課長1994年度企画振興部企画室参事1996年度企画振興部対策室室長 1997年度総合企画部政策室室長。1999年度上川市長市長長。2000年総合企画部長。2001年北海道副知事。2003年2月に北海道庁を辞職し、堀達也知事退任の後を受けて、第15回統一地方選挙の北海道知事選挙に出馬。 選挙では前線するも、得票数3位に沈み落選。2004年より、北海道農業企業家研究所の理事長及び2004年、朝日川大学大学院経済学研究科客員、教授に就任。2005年より、公益財団法人北海道文化財団理事長、及び NPO 法人アルテピアッツァビバイ代表に就任。2006年より、 君の椅子プロジェクト代表に就任。2015年春の叙勲で、随法中受賞受賞。このほか2006年4月から2009年3月まで、札幌大学法学部治業政学科、非常勤講師も務めた。ありがとうございます。